あさ、はいね、俺寂しいことだけどさ、はい、都内のレコーディングスタジオが軒並みさ、あそうですいな、なくなっちゃってさ、これはやっぱり時代のせいかな、うん、こういうさ、レコーディングスタジオが、アルフィなんかもさ、うん、レコーディングスタジオ必要じゃない どっちかつとさ、やっぱ自宅で、あの、プロトゥールス使って、ある程度まで。で、PC があれば、ほとんどのデモテープ作れるし、そのデモテープのデータを持ってスタジオ行って、起こしちゃえばいいわけだから、ほとんど、あの、大きいスタジオっていうのはさ、人間が集まってやるね、まあ、ドラム、ベース、ギター、ピアノとかを使いながら、やるレコーディングっていうのはさ、そのスタジオがなくなりつつあるわけだ。 そうですよね俺が大好きだった六本木のスタジオはもうなくなっちゃったっけ去年末で僕らはいつも使ってた一口坂ももうすぐ終わるだろだから俺の六本木好きだったあそこもダメア麻布スタジオもないし六本木のあえと一口坂もなくなるじゃないそうやってさその愛用してたなじみのある自分たちがさミュージシャンとしてあるスタジオがどんどんなくなってるわけよ これは、あれいけないことですね、でも。いや、寂しいね。ねすごい寂しい。音楽業界的にも、これはでも、あまり前向きな出来事ではないですね。全然弾いちゃってるよ。ね、だから、そういうのを見るにつけ、うん、音楽業界がいかに不景気かっていうさ、やっぱ感じるね。スタジオはでもやっぱりランニングコストとかか,かんでしょうね。それはそれで、しかもさ、まあ、例えばその一口坂もそうだけど、はい、俺が使ってたその麻布なんかは、はい 都心のど真ん中にあるから、土地代が高いわけじゃないそうですよね。土地代高いから、そういうとこで、あの、こうなんつうんだろうな、ペイしていくためにはさ、はいはい、スタジオ使用料も結構取らなきゃいけない。そうすると、払うのはちょっとなんだよっていうことになっちゃう。うこれはやっぱ不景気が影響してますもんね。してるでしょ。でもとあの、あれですよね <coughs>、キーボード、ピアノとか弾く人は、うん、どこどこスタジオのんスタのピアノの音が好きだとか。はい,はい、ありますね。あったですもんね。そういうのがもうなくなってくるってことは、そ,そうそう。あの、ミュージシャンの耳とかに、 関しても、うん、やっぱり衰退っていうかあるよしてきますよねいや、それで例えば、ある日なんかもそうかもしれないけど、その使い慣れてるスタジオだと、うん、使い慣れるとスタジオの音がある。うん、スタジオの音がる、ね。その音がある。ここでドラムを叩くとこんな音に録音されるっていう定番があるじゃん。アメリカだったらニューヨークの あの、一、一、有名なパワーハ、パワーステーションというところは、パワーステーション。はい。もう、どんなドラム叩いても、なんか、その音になる。っていうような感じがあってさ、そういうスタジオの音があるんだけど、がそれ、それ、がもうさ、使えない。困るなで、ほとんどのスタジオがデジタルになってるから、い。もう、いわゆる、その、人間が演奏する部屋がさ、いわゆるスタジオルームっていうのがさ、狭くなっちゃってて、 そうですよね。今ね。昔はだから、やっぱオーケストラが入ったりとか、ストリングスが入ったりして、生の人間がたくさん入ってる音を取ってたんで、大きいスタジオがたくさんあったんだけど。だいたいこの1スタっていうのは、そういうオーケストラはね。各スタジオの1スタ大きかったんだけど、あの大きいスタジオがどんどん減ってるからさ。ここを使えますね。ここ使えるんだよ。ここは今、だからコンソールもあるし、ここ使えるんだよ。そうですよね。ここ、棒もあるだろうし、ここで、 ここのスタジオは、割とこの大きい空間が逆にね、あの、なんつうんだろうな、ガレージサウンドみたいなさ、なりとしりがあるから、結構オフマイクがいい音するんだよね。ねん俺このスタジオ使えるなと思ってたんだ。あ、そうですか。次とか。俺も六本木の方がなくなったから、次のスタジオ悩んでるんで次からどうしよう、レフェここですよ。日本王様だし。ここへ来る友情覚悟で貸してくるかもしれないですよ。スタジオね、ここいいそれか オールナイトニッポン撮るときに、メンバー連れてきちゃって、始まる前に、ちょっと2曲くらいやっちゃおうって。ああ、ここいいね、確かに。と、番組の制作に出てきちゃうと思うんですか。番組の時間ないんでって時間ない。ほんだったら制作費そんなスタジオだよ。そうか。大きい声じゃないけど、それはいいね。いいですね。昔でも日本朝のイチスタって結構レコーディングしてますよね。やってるやってる、あそこ。銀河スタジオの前、イチスタってやつ。一スタ。あの素晴らしい愛をもう一度もそうだった。あそこは録音できたんだ。 ちゃんと。もうですね。うん、ちゃんとあのマルチ。あそこの音はまたそれなりに、それなりの音がしてるよと。あ、僕らのその拓郎さんのメドレーもあそっあ、そうか。あそこでスターズオンもあそこでやった。ー,ーンもあそこでやったし、いろんな人が少し、ね、生のやっぱり人間が出す音っていうのを、ちゃんと撮れるスタジオがね、減りつつあるからね。ねこれ非常に問題なん問題ですね。みんな打ち込みでやりすぎなんだよ、とにかく。タ、うん。拓郎さんがじゃあ、カツ入れてやってくださいよ。バン。カツ